両チームの通算対戦成績というのは共に勝利がありません。引き分けが一つということになっています。そしてこの強い風に乗ってかなりボールは伸びていくことが予想されますが、さあどうする。藤本、柔らかいボール正面に来た。ゴールキーパーの帯が弾きましたけれども、まあ藤本選手ね、やはりゴールに向かうボールにしっかりとあの選手を合わせましたし、安藤、26番児玉が行く、児玉、14番の安藤へ、安藤が折り返していく、クリアが小さいが川上のシュート、藤本、安藤選手の連携からですけど、まあこの後しっかりと反応しましたよね川上選手。児玉、レオと児玉、後ろに戻す、木村から川上、川上のロングシュート、枠を捉えていました。最初の方はやはりこう、まあ、栃木のリズムで相模原も一緒にサッカーしてしまいましたけど、縦に急ぎすぎずにものすごい勢いで追いかけていったりもするんです。さあ縦に入ったボール、安藤だ、すぐに前を向いて児玉、児玉のシュート、いい形を作りました。まあ、この1個前なんですけど、安藤選手が1つ引いてボールを受けたシーンが良かったですね。相手のセンターバックに捕まられないところでボールを受けたこと、まあ、そこで児玉選手のフリーのところにしっかり見て、左にポジションを取っている安藤、そして鳴岡、浮かせたボール、どうだ、ゴール前シュート、帯が止める、今度は浮いてしまった。それにしてもオビパウエル・オビンナのナイスセーブです。ビッグセーブです。今度は児玉、安藤、安藤、安藤のシュート、またオビだ、オビパウエル・オビンナ、その外を35番の藤原が回っていくが、アーリークロスを送る、ゴール前、安藤、安藤打てるか、そしてシュート、わずかに右。あと安藤選手 あの入っていくタイミング良かったですし、シュート今ゴールからだいぶどの選手も遠いところにいます。カーブしてきたボール、ヘディング、どうだ、豊田のヘッド、この選手の、さあ後ろから藤本だ、藤本、三国が追いかけていく、藤本がゴール前へ、どうだ打てるか、後ろから有利、有利のシュート、変わってハイスボールが転がってきました。藤本選手のこの風下を利用した少しこう落とすボールですね、スピード落とすボール、これに対してやっぱ反応して最後有利選手でしたけど、高山も上がる、有利がゴール前へ、低いボール、ここでタイムアップのホイッスル、痛み分け、最後まで。